さあとということで今回はですね雑談についてやっていこうかなと思います、はい、正直喋ることは決まっていないんですけれども、まあ、お付き合いいただけたらいいかなと思います、はいまあ、正直喋ることは決めとけやって話なんですけれどもご理解いただきたい、はい、何よってことですけれども、まあ、今回は、ね、一番ね記憶に残ったニュースは何かなって今思ったんですけど、まあ、やっぱり YouTuber の大宴会かなと思ってこれはみんなも記憶に新しいと思うんですけれどもあれを見て、ね、いろんな感想を抱いたんですけれども一番思ったことは 自粛しろやととかかたねえななじゃないんですよあの写真にねあの一番はやっぱりあえてどんちゃん騒ぎできる友達いるってうらやましいなって思いましたねああ,ああいう場に行ける人がいるってのがうらやましいと思った うんまあ、倫理的なことを抜きにすれば羨ましいそのこと一言に進みますねただ倫理的って言葉はね生きる上で大事なんで置いといちゃいけないんだけれどもまあ無理やり置いといてまああのあんま自分はそういうところに行く人じゃないし正直そこの場に馴染めるかつては馴染めないんだけれども、まあ、行くか行かないかは別としてそういうところに行こうぜってなる人がいるのは羨ましいよね俺は行かないけど <laughs> 散々羨ましいって言ったけど俺行かないけどまあそこは非常にねその いいいなって思いましたよねその共通の,その趣味を持ってる人がいるっていうのはね非常に強いというか生きていく上で大事なことなんじゃないかなって思いますね。はいまあちょっといろいろと騒いだだけじゃなくていろいろ余罪があるらしいんだけれども、うんまあ、余罪って言い方はちょっと悪いかもしれないけどね、まあ、そこはちょっとあんまり分からないんで触れないんですけどでもう一つね思うことがあってさ俺さ大人気 YouTuber って書いてあったじゃん俺知らない人ばっかだったんだよね。俺これほんと悲しくててあのささネットにおいてさ 知らないアピール以上にダサいものはないと思ってるタイプなんだけれどもそれでも知らなかったこれでいて一番ショックだったのは俺が流行りについていけてないことだよねうんこれ聞いてる人で今回宴会に行った人で何,何グループをみんな知ってたかっていうのはちょっとわからないけど俺は水溜りボンドさんぐらいかな動画もしっかり見てたのはうんそれ以外は正直動画も見てなかった名前は知ってる人は何人かいたけど悲しかったよねで水溜りボンドさんが言ってたっていうのも悲しかったけど うん、ただ僕が「水溜りボンド」で真面目そうだなと思って知った人の方は行ってなかったんで、まあ、そこはちょっと嬉しかったですねああやっぱ行かないんだなと思ってで水溜りボンドさんはいろいろ冠番組が打ち切りというか休止か休止になったらしくてねやっぱ普段から NHKE テレ感あった人たちだからねそういう時やらかすと代償はでかいなっていうのはね、まあ、古今東西共通条件だよねうん。 芸能界でもさ、清純派で売ってる人ほど不祥事を起こすと一気に手のひら返しされるから、やっぱそう思うと難しいよね。でも正直自分がさ、登録者10万とか20万いたら絶対に。 ウェイってしちゃうと思うんで、気持ちの中だけでもね、多分ああやってね、陽キャ地味たことはできないんですよ。陽キャじゃないから。うん、まあ今回ちょっと言ってる人たちみたいにやっぱ陽キャっぽい人多かったからね、もうちょっと正直これで触れるのも恐れ多い感じなんですけれども。はい。いやー、でも本当にね、今ああいう人たちが若者に人気なわけですからね、やっぱそういう意味では、すごいなと思いましたね、あのニュースに関しては。まあすごいなって感想が一番でしょう。いろんなもの含めて。内容とか、写真とか <laughs>、出たメンバーを含めて。 はい、そんな感じでございますね。まあその YouTuber の話はここまでにして、まあ、他にあるかなと思ったんですけど YouTuber についてはなかったんでね、まあ、とりあえず僕の趣味である野球観戦について話を移そうかなと思います読売ジャイアンツが非常に好調ででしてね現在7連勝中らしいんですよねやっぱりね僕が思った通り梶谷さん坂本さん丸さんが帰ってきたらやっぱ強くなったね、うん、ここまで強くなるとは思ってなかったんですけどそして阪神タイガースが非常に えー、不調ということで2.5ゲーム差らしい8ゲーム差あったんですよねはいで阪神あの関西ローカルだったらしいんだけどあかん優勝してまうっていう番組があったらしくてそれが終わった後巨人は7連勝で阪神は2勝5敗だったらしいうんやっぱフラグってものはあるのかもしれないと思ったねでも正直言って8ゲーム差が2.5ゲーム差になったからといってさ抜かすの確定ってわけじゃないからね巨人もさ数年前に横浜相手に10ゲーム差 9ゲームだっけ ?8 位だっけ ?8 か9かそれぐらいを0.5ゲーム差まで縮められたことあったけど、何やかんや巨人は耐えたわけだからね。まあ、巨人ファンとしては、追われる側も、追う側も経験してるから、まだそんなね楽観視できないかなっていうのはあるよね。だって、1位のチームがそんなさ、都合よく何連敗もするわけないのよ、ずっと。正直、1位から3位が1位を追うのと、6位が4位とか3位を追うのって条件変わってくるからね、同じゲーム差でもね。うん。まあだから、 そういう意味では、まあ、今のところ勝ったときは喜びますけど、まだ1位1位っていうのはちょっと僕は違うかなって思ったりはするよね。そして、まあ、怪我人も多いんだけれども、徐々に戻ってきて、まあ、スモークさん、テイムズさんいないんで、補強はあるのかなっていう。どうでしょうね、スモーク、テイムズがいなくなってさ、野手はウィーラーさんしかいないし、ピッチャーはもうメルセデスさんとビエイラさんだけでしょ。そう考えると、1人取ってもいいんじゃねえかなって思うんですけどね。 デラロサさんが何してるのかがずっと気になってますけど、はい、もしかしてウレーニャさんが上がってきたりはしないかな。内、う、野、んまあ、ん,んや8ゲーム差あったチームがでも2.5ゲーム差だったってのはすごいよね、うん。ほぼ1週間でやった出来事だからね、これが。そう考えると、まあ、ここからだよね、オリンピックあるしね、そして中川さんが骨折したので、巨人ファン的に考えると、非常に悲しい出来事は多い、まだまだ。 中川さん骨折、エースの菅野さんは8億円もらってるけど、なかなか調子が上がらず2軍ということで、ね、そして伊能さんも2軍で打たれてるらしい、うん2軍で6回4失点、5失点の投球ではちょっと厳しいよね、多分1軍に行ったら3回7失点ぐらいになっちゃうから、ま,あ、まだまだプラスマイナスで行ったらマイナスが多いのかな、巨人は。でもまあ逆に言えばそこの人たちがさ調子良くなればもう上積みしかないわけだからね、ぜい、まあ、贅沢言わないからデラロサさんが全盛期並みになってくれたらいいんですよ。 最近は田中祐希さんもさ、8回投げさせられるぐらいに安定してきたし、今巨人はどん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 上向いてる状態だからさ。で、阪神は今どん底なのよ。だからこっからだよね。阪神絶対このどん底のままなわけないから、こっからさ、全敗してさ、一気に B グラス転落のやつなんてありえないから、阪神の選手層を見るとね。 まあ、オリンピック前までどれぐらいやれるかちょっとね期待したいところですよねはいで巨人つながりなんだけどさ最近さ原監督の采配とか非常に目立つじゃないですかマシンガン系統だったりとか9イニングで9人投げたりとかねうんで原監督は名将か名将じゃないのかっていう話がたまに出るんだけどね僕はね単刀直入に言うと名将だと思っててはいあのね順位をお前調べたんですよねで順位を調べてその時見たんだけど原監督って B クラスに1回しかなってないんですよ 補強込みで、補強あるけど、補強あるけど、すごいでしょ、ね、で調べてみたらね、2002年に1位で2、で、3年に3位になって退任して、で、2006年に堀内監督から引き継いで、その年4位だったんですよね。1位と23.5ゲーム差、これが原監督一番つけられた差かな。で、そこから7、8、9と3連覇、で、日本一1回。で、10年、11年とね、落合監督に譲る形で、1ゲーム差、3.5ゲーム差で3位。 うん、でもさ、1ゲーム差と3.5ゲーム差だからね、本当、僅差なわけよ。ここでもし落合監督じゃなかったら、もしかしたら巨人は、とんでもない連覇してたかもしれないね、V9 並みに、まあでもに上にヤクルトや阪神がいたわけだから、なんとも言えませんけれども、そして12年から14年までまた3連覇、で日本一1回ですよ、はい12年は日本ハム相手にね、あのボーカーさん躍動で、13年は頑張ろう東北、そして14年は短期決戦のに和田豊かというのがありました。 はいそして15年にね、ヤクルトと1.5ゲーム差で2位になって退任と、もうこの時点ですごい、ね、2007年からさ、2015年までさ、1位が6回で、1位以外が3回なんですよ。恐ろしいね。で、日本一は2回ですね。はいで、まあ2019年、2020年と1位、1位ですから、で今2位でしょ。これは名称でしょうね。まあ、で問題、2019、2020でさ、あの、 日本シリーズいろいろあったからいろ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 あったじゃないですかねだから今年次第かなって多分今年で退任するのかなって原監督は思ってるから俺は、うん、今年花道を作ってねなしって人も名勝街道にその花道を作ってほしいなと巨人には思いますよねうん 原監督若大将って言われてたわけだからね。うん。まあ、なんやかんや、多分、巨人の監督史上最強選手で最強監督でいいんじゃないですか。だから僕は名称だと思います。まあ、いろんな意見あると思うんでね、コメントとかに書いていただけたら嬉しいんですけれども、まあ、今の原監督の話に限らず、感想ね。うん。まあ、そんな感じですかね。で、あとなんか、語ることあるかなって思ったんだけれども、最近ね、エーペックスってあるじゃないですか。みんな知ってますか、エーペックスってゲーム。エーペックスがさ、下手くそすぎて心折れかけててさ、 FPS ってのは、あの、忍耐なんだよね。あの、最近気づいたけど、オンラインゲームって敵との戦いじゃなくて自分との戦いなんですよ。いかに心折れずにずっとやり続けるかっていう。で、俺は Apex でその忍耐勝負に負けたっていうの。うん、でもさ、本当と Apex のさ、広がり方ってのはさと、すごくてさ、Apex 実況者じゃない人が Apex の体系出たりするんだよね。あれは異常だと思うわ。なんであんなに Apex って流行ってるんだろうっていう。なんでしょうね。やっぱりさ、なんていうのかな、その、満たされるのかね。そのキャラの喋りもあるけど、 武器拾った時にありがとうって言ったらどう,どういたしましてまでのくだりもあるし、キャラゲー感、FPS にそのキャラゲーが合わさった結果、日本にはまりやすくなったのかなってのはあるよね。COD や BF といった、ね、今までも優秀な FPS はあったんですけれども、ここまでマスか流行るとはあ思いませんでしたよね。僕は COD はバブラックオープス2、ブラックオープス3やりましてで、バトルフィールドは3かな。3友達と一緒にやるために買って一瞬で諦めたと。 そんな感じでした。正直で COD とバトルフィールドの日本での復権が待たれますね。バトルフィールドは今度出るらしいんで、ただプレステ4ではやらん方がいいって誰か言ってたんですよ。僕プレステ4しかないんで、積んでるかなって。はい。あの、コールオブデューティーブラックオプス3もね、あの、 プレステ3、プレステ4で出たんですよ。あのね、プレステ3版のブラックオプス3すごかったんですよ。調べてみてほしいんですよ。COD、BO3, プレステ3って。3と4の差が本当に別ゲーですよもう。しかもスタジオも違ったらしいん、ね、で作ったやつがね。なんかマップがさ、同じマップなんですよ。一応。なのに全然違う。プレステ4ではちゃんとあるものがプレステ3なかったり、なんかハゲてたりしてたからね。あ、こんなにもう性能の差あるんだって思った記憶ある、3と4で。うん。最初は3しか持ってなかったから、3版買おうかなと思ったけど、直前で4買ったから4にしたんだけどね。4で正解だったかなってった。 流行りってうのは分からないけどさ次何流行るかね何やかんやいろんな移り変わりあったじゃないですかゲームとか漫画とかもさエーペックスの流行りの次何が来るかっていうついでに僕の視聴者はタルコフってゲームが来るって言ってたんだけどもなかなか来てないっていうねうんタル,タルコフも面白そうなゲームで買おうかも言ったんですけど買ってないですよねだから厳しいかなっていううん でも、Apex の覇権まだまだ続きそうじゃないなんかエーペックス、Apex、たびたびさ、トレンドでオワコン、オワコンって出てるんだけど、正直トレンドでオワコンって出てる時点でまだオワコンじゃないんで、真のオワコンは話題に上がらない時ですよね、もはやトレンドに。うん。それはそう感じるよな、俺は。<laughs> なんか、チーターさ、チーターってシステム上プレステ4に,プレステ4には来ないんですよ。なのに、なんか、PC のチーターがプレステ4にグリッチで参戦してきたみたいな、そういうニュースが流れてきてね、恐ろしい恐ろしい。 そチーターっていうのは理解できないよな。プレステ3自体に COD やってたんですけど、チーターとよく遭遇してたんですけどね。ちょっとなかなかその、チーターの心理ってのは分かんないよね。俺はさ、下手くそだけど、下手くそなりに楽しむか、下手くそなりに諦めるかのどっちかだから、やっぱそこはさ、ちょっとなんていうのか考えの違いなんだろうね。そこで分かり合うことはないんだろうね、人間ね。まあ、人間同じ考えの人が全員ね、だったらちょっとやばいから、うん、そういう意味では。やっぱり、 仕方ないのかな、まあ、取り締まってもらうしかないよね。ただ、エイペックス、チーターの取り締まりすごい下手らしいんで、なんか名物チーターまでいるらしいね。普通ありえないじゃん。チーターなんてさ、もうそんな有名になる前にバンされると思うんだけど、だから普通にバンされずにずっとなんかいろんな配信者で絡む名,名,名物チーターまでいるらしくて、ちょっと,とんでもないゲームだなっていう。PC 版をね、視聴者に勧められたことあるけど、正直俺プレステ4版でいいかなって思ってるだから、勝てないしね。 うんまあ、そんな感じっすよね。ただやっぱ無料でできるっていうのはでかいね。あのプレイステーションプラスなくてもできるんですよ。エ p ペックスって。本当有料ゲーですね。そう考えると。はい。まあ、そして同じゲームということでね、まあ、僕パワープロー動画をよく上げてるんですけれども、パワープロー飽きてないのかっていう最近ね、たまに言われることがあるんですけれども、正直言うと一部シス、一部モードは飽きた。大正義は飽きてないですね。ペナントはやっぱまだまだやれることあるから楽しいんですけど、一部モードは飽きたかなっていうのがあってね。うん。まあ、 見て,る方が見てる方々にと一緒に楽しみたいっていうのが僕の中であるから、そういう意味ではパープルはまだまだねやりたいことはたくさんあるうん。飽きてるか飽きてないかで言ったら、まあ、2分の1飽きてますって感じですね。はいまあ、ペナントはまだまだやり続けると思うんで、ぜひともね皆さんには見ていただけたらいいかなと思います。さあ最高ね。えー、そんな感じになりましたけれども、えー、いつもパープルの動画上げてますので、ぜひとも見てください。そしてパープル以外の動画も上げてますので、ぜひともねそちらを見ていただけたら嬉しいかなと思います。では。 雑談でしたが、なんか喋ること決まってない中から、なんやかんや4つ、5つの話題が出たので、良かったかなって思ってます。はい。では、皆さん、またお会いいたしましょう。ぜひゲーム実況を見てください。じゃあね。